自信があるから。マリさんが今、忍者は今もいるって。いるから。え、めっちゃすごいよ、動き、手裏剣投げとか。本当なんか趣味のレベルじゃない、本物、本物。仕事としてやってるの、うん、怒られるよ。忍者に。なんとか、伊賀忍者屋敷。違う違う違う、あんなのじゃない、あんなアトラクションじゃない。職員さんじゃなくて、もう、バカにしないで、本当にいるから。ほら、だからこんなのあんまりテレビでやりすぎるとこんな子供が信じちゃうからダメなのよ。ほんとはい、先進めますよ、決着つけません。あ、ラジオネームない方からなんですけど、はいはい、忍者は本当にいるよ。あ、素早くマリさんの味方になります。初見よしあきさん。初見さん、ありがとう。80代になる方で、この方が忍者よ。あ、初見さんが忍者なの。かの有名なこの方アクションスター、千葉真一さんも初見さんに忍術を習ったそうです。すごい方です。え、バカにしてる。NHK のドキュメンタリーでやってましたよ。マリさん間違ってないよ、大丈夫、凛太郎さん謝ってあげてよって。花パンキーさんからも、凛太郎さん忍者います、テレビで見ました、ニンニンって言ってました。ちょっとバカにしてる感じが。忍者はいます。まあなんかこういう職業してる人はいるんでしょうね。もういつからさ、あんた忍者っつったらさ、信じるっていうこと、心を失ったの。あのさ、将軍に仕えて闇の仕事をしてたのが忍者だからね。凛太郎さん、はい、今もいるわけよ。将軍の形姿は変わってもいるよ。誰、言えないけど、ほら、知らない。はい、ゾンビはいないっていう、あんたが忍者はいるって何？え、ゾンビはいないし。NHK のドキュメンタリーでも、ゾンビの映画と忍者の映画どっちが多いから。同じくらいあるかもしれないけど。忍者だってハリウッドだからね。ゾンビは、ゾンビはいないけど、忍者タートルズもあったけど、確かに あれ面白いってよ。はい、見てないくせに何が面白いって。ちょうど昨日聞いた。適当なこと言いなって。忍者さん面白いって。じゃあ連れてきて、忍者。あれが忍者連れてきたら僕ゾンビ連れてくるから。言ったよ。絶対だから、ね、絶対連れてくるから。あのマツコさんがゾンビメイクとかダメだよ。ダメ、もうだ、本物だよ。分かってるよ、そんなのは。油断も隙もならないやつだよ。そう、もうお腹とか全部、内臓とかも全部腐ってるやつでしょ。あ、もうやばそう、スタジオ。え、いいよ、いいよ。そうだね。じゃあ忍者連れてくるね。マリ忍者もうだった。マゲヒラとかダメだからね、あれ武士だから。忍者よ、本物連れてくる。手裏剣とかめっちゃすごいから。ほんと、はい、自分たちで作るって。手裏剣、そうだろうね。作ってる製造会社ないからね。終わった？終わった。はい。